今回紹介する新カードはノーマル新牌。エロスレア静か5線との組み合わせで人気のカードやけど、単体仕様や、フロイトオート仕様との重ねでも十分に強いと感じる計略やったよ。性能は、チキ3で、紫の味方への単体投げ計略。兵力が少ないほど武力が上がる。残り兵力約3割でプラス7、1割を切れば武力プラス10。三国志大戦の貨幣の旋律、コモンローソの指揮をそのまま軽くした優秀な性能。さらば。蹴散らせ。うなれ。蹴散らせ。蹴散らせ。拙者に任せよ。体力には自信があるんだ。うなれ。我が名は遊白海。修羅の川と血の海を行く者だ。ならば、うなれ！流派発動！身の肩！うなれ！うなれ！忠義は揺るがぬ。その程度の攻撃びくともせぬわ。強き欲はそのまま強き力になる。撃ち出せ。拙者に任せよ。撃ち出せ。認められぬ。流派発動。身の肩封じ捨て。いい敵だ。蹴散らす。もうダメだ。体力には自信があるのだ。守り抜く。蹴散らす。やっと帰れる。うせ。傷は浅いぞ。前期こんな感じで新体とフロイトオート自動を合わせればあらゆる画面を超武力で防衛可能。他にも輝く太陽と月の双剣は最大武力の兵力が回復できるから相性いいかもね。紫はカテゴリ平安が多いから回復量の多い元太の動き目も優秀。蹴散らせ。うずせ。うずせ。流派発動。三の肩うなれ。
うなれ！我が忠義は揺るがぬ。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。残り時間が少ないから時間を稼ぎ切る方向性でいこうかな。うなれ！再び蹴散らせ。この俺が、皆待たせたな。今こそ反撃の時だ。うなれ！お相手、ここで竜が1を使わない判断になったわね。うなれ！早急は肉体目のサーチが難しいし、竜がでめくる差でもないから、城から出てくる舞台をすぐ打つために城を打たないのは正解と思う。こっちはこの差がめくられるようなら竜が3がたまるやろうし、それで再逆転できる可能性があるから竜が1は打たず。うなれ！体力には自信があるんだ。さらば生きて。うなれ！認められぬ。もうダメだ。ご視聴ありがとうございました。